ダルクアンシエルラルクアンシエルライブ 2015L アルカジノラルクアンシエルライブ 2015L アルカジノは日本のバンドラルクアンシエルのコンサート及びそれを収録したライブビデオラルクアンシエルライブ 2015L アルカジノは2015年9月21日22日に1年10ヶ月ぶりにユメスヤ特設会場で開催されたコンサートである ユメス地区は大阪米エリアの最西部である舞島の南西に位置する人工島で、この地で音楽コンサートを開催するのはラルクアンシエルが史上初となる。また、ライブタイトルのエル・アルカジノは、ホテルやレストラン、劇場、アミューズメント施設などにカジノを組み合わせた複合観光施設の建設候補地となっているユメスのロケーションにちなんでいる。本公演の模様は、 国内37巻の映画館で生中継されたほか、国内のほか、香港、台湾、シンガポール、タイ、インドネシア、フィリピン、アメリカ、フランス、メキシコ、ペルー、チリ、アルゼンチン、コロンビア、コスタリカ、グアテマラの海外15カ国の映画館でも、ライブビューイングが実施された。セットリストには近年演奏されることがなかった、楽曲も多数組み込まれた。 ルート666は15年ぶり、It's the End は16年ぶり、トラストは10年ぶり、Wind of Gold は19年ぶりの演奏である。また、Wind of Gold はシングル、ブラーリー・アイズに収録されたリミックスバージョン、Wind of Gold で披露された。ライブグッズは T シャツやタオルといった定番アイテムからメンバープロデュースのグッズが販売されている。ハイドプロデュースグッズとして、 アパレルブランド、ロエンのヒロム高原とのコラボパーカーが、鉄ツプロデュースグッズとして、スイスのナイフメーカー、ビクトリノックスとのコラボマルチツールが販売されている。また、会場限定で、サムは山本とのコラボレーション商品が販売された。会場内のイベントエリアには、美食の祭典、フードソニック2015に参加していた、人気外食店や大阪有名外食店が、 出展したほか、リアルカジノインエルワルカジノ、逆ダイブトゥーブルーといった数々のアトラクションブースも展開された。また、アトラクション参加者には、オリジナルグッズのダルサツとエルアーキップが配布された。本公演の模様は、同年11月21日にワウワウでダイジェスト放送された。フードブースアトラクションエリア客席広報の花道から、紙幣、 ダルサツをばらまきながら、リムジンに乗ってステージまで移動。オープンカーとなったリムジンで花道を走行して、サブステージで、以降3曲演奏。2006年以来となるメンバー全員がボーカルとギターを担当するバージョンで披露。ハイド以外の3人がパーカッションを担当するバージョンで披露。本公演で披露された新曲。2015年12月23日に、 フォーティースシングルとして発売された。AB 曲の途中で2つの人工島、ユメスと舞島にかかる夢舞大橋が虹色にライトアップされた。同年12月23日から配信開始。ライブ音源のハイレズを配信。ラルクアンシエルとして初となるライブ音源のハイレズを配信となった。配信は音楽配信サイトモーラ及び、 ビクタースタジオ HD ミュージックにおいて行われた。また、楽曲は、ドライバーズハイ、マイハートドローズ、エイドリーム、XXX、ハニー、レディーステディーゴーに加え、同日に40スシングルとして発売された、ウィングスフラップの計6曲が配信された。ラルクアンシエルディスコグラフィーラルクアンシエルライブ2015、L ルアルカジの2017年3月1日発売。 発売元は、キー・オーン・ミュージック。本作品は、ライブ、ライブ 2015L アルカジノの2日目公演の模様を収録。携帯は、ブルーレイディスクおよび DVD の2種類で発売され、1万、セット限定となる完全生産限定版、初回限定版、ブルーレイ通常版、DVD 通常版の4携帯でリリースされた。完全生産限定版には、 ライブブルーレイ、ライブ CD、ライブ音源を収めたアナログ版に加え、カジノチップを模した、LR キップが同梱された。セブンスヘブンドライバーズハイプリティ、ガールブラーリーアイズフラワーシーセットルート666、ヘブンズドライブウィンドオブゴールドイッツザエンドマイハート、ドローズ、エイドリームトリックレベレーションチェイス、XXX トラスト、ウィングスフラップライズトゥルースリンクハニー、 ステイアウェイレディー、ステディーゴーピーシーズ完全生産限定版、初回限定版付属 CD 完全生産限定版、付属アナログ版。ありがとうございます。